夏みかんは日本の柑橘類の一種。別名で夏、大々、夏かんとも呼ばれる。標準植物和名は夏みかんで実った果実が冬を越して翌年の夏が食べ頃になることから夏大々、夏かんの別名がある。学名はシトラス夏大々という。夏大々の果実は明治期に情報方面へ出荷することとなった際に 大阪の中街商人から名称を夏みかんに変更するよう言われ、それ以来商品名として命名された夏みかんの名前で広く知れ渡ったのが真相である。なお、代々という名称には、維新後の市民平等の煽りを受けて、生活に困窮した萩の士族たちが末長く代々続くようにとの願いも込められていた。一方、大阪はじめ関西地方では、 中部のことをヨよと呼んでおり、代々がヨよと読めることから、夏に夏代々を食すと中部になるという誤った属節が流れ、夏みかんの売り上げが下がったため、大阪商人は解明を進めたという、団地に植栽される、常緑低木で、高さは3から5メートルになる。葉は大円型で、先端は細く、丸みがあり、葉心は厚い。葉脈は隆起して目立ち、 葉遣には細かい巨子がある。傭兵には幅の狭い翼がついている。夏期は初夏。葉液から良い方向がある五弁の白い花を咲かせる。秋には変球形の果実をつける。果実は初めは緑色で晩秋に黄色に色づくが、春先までは酸味が強く食用には向かない。そのまま冬を越して、翌年の4から6月頃に熟して食べ頃を迎える。 江戸時代中期、黒潮に乗って南方から山口県長門市、仙崎大日比に漂着した分担系の柑橘の種を地元に住む西本王朝が牧育てたのが起源とされる。この原木は原存し、史跡及び天然記念物に指定されている。晩秋に果実が実っても酸味が強く、長らく生殖には供されなかったが、 その翌年の初夏になると酸味が減じることが分かり、明治以降、夏に味わえる貴重な柑橘類として価値が認められ、広く栽培されるようになった。山口県、特に萩市で多く栽培されている。明治期には、萩藩において、食を失った武士への救済措置として夏代々の栽培が奨励されており、当時植えられた夏代々の木が、今も萩市内に多く残る。 山口県のガードレールの多くが黄色いのは1963年の山口国体の際に名産の夏みかんの色に由来して塗り替えられたためである。1926年の初夏に萩市に行刑した摂津将軍、広人新能は夏代々のあまりの香りの良さに、この町には香水が撒いてあるのかと発言したとの記録がある。この香りは2001年。 環境省による香り風景百選に選出された。昭和初期に大分で夏代々の枝代わりの川の夏代々が発見され、昭和40年代から山口県以外の地域で夏代々から川の夏代々への栽培切り替えが進んでいる。現在、夏みかんといえば川の夏代々を指すことが多い。園芸種で自然分布はなく、 日本の関東地方から沖縄までの範囲が植栽可能地とされる。夏みかんなどの柑橘類は寒い風が当たらない日当たり良い場所に植えて育てる。植栽期は4月下旬から6月とされる。果実を食用にすることを目的にしなければ、施肥などの細かな手入れは必要としなくても生育する。食用に用いられる。完熟化は そのまま生食で食される場合も多いが、ジュースやマーマレードなどの材料としての用途も多い。柑橘類としては、皮が厚く、外皮をそのまま生かした砂糖漬けやゼリーなどが各地の特産品となっている。甘夏の系統は、酸度が約1.5%と普通の夏みかんに比べて、酸度が1から2%低くて、糖分は同程度、外観で、 夏みかんとの判別は困難である。日本の生産量では甘夏がほとんどを占め、柑橘類の中では生産量の上位を占める。大部分は生殖用であるが、一部は果汁にされ、温州みかん果汁の風味改善に利用されている。果肉はクエン酸、主石酸などの有機酸と、ビタミン C、ビタミン B 群などが含まれている。これらの成分がとても強い酸味を示し、 権威作用や発汗減熱作用の働きがある。火火には精油成分が含まれていて、火火を陰干ししたものを夏皮と称して、組み性、方向性がある権威薬や、香料の製造原料にする。早落ちした未熟化は、クエン酸の製造原料として利用される。果肉を食べた後の火火をそのまま陰干しして保存し、布袋などに入れて、浴冬料として風呂に入れると、 軽く、肌を刺激して、血行を改善して温まり、腰痛、神経痛、肩こり、リウマチに効果的で湯ざめ防止になると言われている。この場合、グレープフルーツ同様にサラダ等に用いることもある。ありがとうございます。